製品の運用に向けて設定や検討が必要と考えられる項目についてご説明します。この動画では電源断対策について、遅刻の保持について、ソフトウェアアップデートについて、システムの監視ソフトウェアについて、セキュリティについて、ログの管理について、量産機へのイメージ書き込む方法についてご説明します。まず電源断対策についてご説明します。組み込み機器の使用環境は PC とは異なり、突然電源を落とされる使用方法や長時間故障なく動くと要求されることも多いかと思います。そのため組み込み機器では突然の電源断対策が必要です。アルマジロではオーバーレイ FS という機能で電源断対策が可能です。このオーバーレイ FS の機能を有効化することで EMMC への吹き込みをしない動作となります。オーバーレイ FS を有効化するためには Uboot プロンプトでセットエンブコマンドを実行し、セーブエンブコマンドで設定を保存することでオーバーレイ FS を有効化できます。オーバーレイ FS の有効化を確認するためにはアルマジロにログインしてマウントグレップオーバーレイコマンドを実行します。オーバーレイオンルートで始まる行があればオーバーレイ FS が有効化されていると判断することが可能です。オーバーレイ FS 無効化時の動作を説明いたします。プログラムがラムで動作するプロセスとなります。プロセスがデータやログなどの変更を行う際は EMMC のファイルシステムに対して直接読み書きを行います。この場合 EMMC に書き込み中に電源が断たれるとファイルシステムが破壊される可能性があります。ファイルシステムが壊れた状態で電源の再投入をするとプログラムが壊れ起動ができなくなる可能性があります。オーバーレイ FS を有効化するとプログラムがラムで動作するプロセスとなります。プロセスがデータやログなどの変更を行う際は変更するデータなどを EMMC のファイルシステムからラム上にコピーして読み書きを行います。オーバーレイ FS を有効化した状態ではデータなどの書き込み中に電源が断たれたとしてもラム上にコピーしたデータなどは破壊される可能性はありますが EMMC のファイルシステムは破壊されません。 EMMC のファイルシステムが壊れていないため再度電源を投入すれば正常なプログラムとデータがラムに展開され問題なく動作します。しかしオーバーレイ FS を有効化した場合はアルマジロ内部にデータを溜め込むこともできなくなってしまいます。ログなどのデータを残したい場合は専用のパーティションを切り直して読み書き可能な領域を作成する、別途外部ストレージにデータを保存する、データをクラウドに上げて保存するなどシステムの動作に影響させずに外部にデータを保存する運用方法を考えていく必要があります。続いて時刻の保持についてご説明します。システムクロックとハードウェアクロックは長期的な視点ではどちらも正確ではありません。常にインターネットへの回線が安定的に確保でき信頼できる NTP サーバーを使用できる場合、 NTP ネットワークタイムプロトコルを使用してインターネット経由で時刻を合わせる方法が時刻を正確に保つ最も信頼性の高い方法かと思います。また省電力などでアルマジロに対し常には電源を供給しない運用を行う場合もあるかと思います。電源が供給されない場合そのままでは時刻は保持されません。その状態で時刻を保持する必要がある場合には起動後に何かしらの方法で毎回時刻を合わせなければなりません。アルマジロは RTC リアルタイムクロックが搭載されており、バックアップ用電池を接続することで時刻を保持することが可能です。電源が供給されていない場合でも時刻を保存したい場合は
RTC のバックアップ用電池を搭載してください。事故後の保持について具体的な動作を説明します。アルマジロにはシステムクロックとハードウェアクロックがあり、起動時にハードウェアクロックを参照してシステムクロックを設定します。ハードウェアクロックの時刻も長期的には誤差が生じます。ネットワーク経由で定期的に NTP サーバーと時刻を合わせる方法が最も信頼性の高い方法かと思います。また省電力などでアルマジロに対し常に電源を供給しない運用の場合は、 RTC のバックアップ用電池を搭載することで電源が供給されていない場合でも時刻を保持することが可能です。次にソフトウェアアップデートについても説明します。長期運用するシステムを開発する場合、アプリケーションの機能追加やバグ修正、システムのセキュリティアップデートなどによって運転中にアップデートを必要とされる場合もございます。稼働している環境が多様であるため、環境に合わせて簡単にアップデートを実施できる仕組みを構築することが必要です。例えば作業員が直接機器まで行くことのできる環境では、 USB メモリーなどのストレージ挿入時に自動アップデートする方法があります。 UDEV の設定を変更し、 USB メモリー挿入時に特定のファイルがあれば自動的にアップデートする仕組みを構築することでソフトウェアのアップデートが可能です。また遠隔地や多数の設置をしている場合などはネットワーク経由でアップデートする方法もございます。自社サーバーなどに更新イメージを設置し、クローンタブで定期的に更新の有無を確認して、更新があればアップデートを行うという仕組みを構築することで遠隔でのソフトウェアアップデートが可能です。続いてシステムの監視ソフトウェアについてご説明します。組み込みシステムでは長期安定稼働が必要となります。そのため基本的には連続稼働できるようハードウェア、ソフトウェアを構成します。しかしハードウェア、ソフトウェアの何らかの不具合などにより異常が発生する場合もあります。異常が発生した場合に自動的に再起動を行うことによりシステムを復旧し継続して動作させることが可能です。そのためシステムが異常となった場合に再起動するような状態監視するソフトウェアを作ることも検討していただければと思います。続いてセキュリティについてご説明します。アルマジロ特有のものではないため一般論となりますが、組み込み向けボードのセキュリティ対策としては、ネットワークへ接続する場合のセキュリティ対策、不要なパッケージの削除、機器の盗難対策、不要なハードウェアインターフェースの無効化などにも注意が必要であると考えられます。お客様の運用方法やかけられるコスト面、セキュリティをどこまでケアするかという観点からご判断いただけますと幸いです。続いてログの管理についてご説明します。 Linux システムでは自動的にログを保存する機能が搭載されています。ログファイルにログを書き込み続けるとファイルサイズがどんどん大きくなり、いずれストレージの限界に達してしまいます。そのため古いログを削除または上書きするログファイルのローテーションの構築や、ログをリモートサーバーに送るなどの対策が必要です。続いて量産機へのイメージの書き込みについてご説明します。アルマジロ640で開発が完了し、量産機へカスタマイズをしたイメージファイルを効率的に書き込む方法としては、カスタマイズをしたイメージファイルを当社に送付いただき、イメージを書き込んだ状態で出荷するロム書き込みサービスと、ブートディスクを挿入して起動を行うと自動的にインストールする仕組みのインストールディスクを作成してご自身で書き込む方法があります。ロム書き込みサービスの詳細は弊社ウェブサイトをご参照ください。インストールディスクの作成方法はアルマジロ標準ガイド、アルマジロ入門編の 8-3 イメージファイルの更新をご確認ください。